1月17日の今日は今から27年前に阪神・淡路大震災が起こった日です。私は学生として現地に2ヶ月ボランティアで入りまして、そこで国家の危機管理の在り方についての強い疑念を持ち、国会議員になる決意をしました。今国政に関わる中で私自身がやれることをしっかりやっていく、その決意を新たにする日にしたいというふうに思っております。今日から国会が始まりました。そしてこの日に北朝鮮は日本に向かって弾道ミサイルの発射をいたしております。今年改定をされる国家安全保障戦略、そして防衛大綱、中期防衛力整備計画、この3つの文書の改定に私も関わる形になります。しっかりと仕事をすることによって今私に課せられた責任を全うしてまいりたいというふうに思っております。